皆さん、アニョンハセヨ。覚えていってみましょう。35回目です。前回のフレーズは覚えていますか？読みかけの本が何冊もありますよ。これは韓国語ではどう言ったでしょうか？そうでしたね。イッタマンチェギ、ヨッコニナインネヨでしたね。忘れた方はもう一度復習をしてみてくださいね。それでは今日のフレーズです。最近秋になってようやく少し涼しくなりましたね。それでもあちこちでまだエアコンがかかっていると思います。そういった時のフレーズですが、エアコンが効きすぎじゃないですかというフレーズです。これはエアコンの無制限プロの運が見えよというふうになります。エアコンをつけるはエアコンを켜다も使いますが、エアコンをかけるという意味ではつるだも使いますね。では今日もネイティブの先生の音声で練習をしてみましょう。それでは後について言ってみてください。エアコン너무세게틀어놓은거아니에요。エアコン너무세게틀어놓은거아니에요。それではもう一度。에어컨너무세게틀어놓은거아니에요。에어컨너무세게틀어놓은거아니에요。それではシャドーイングをしてみましょう。에어컨너무세게틀어놓은거아니에요。もう覚えましたね。では一緒に言ってみましょう。에어컨너무세게틀어놓은거아니에요。では皆さんだけでどうぞ。最近涼しくなってきてエアコンが効きすぎているということもよくありますよね。どこかで今日も必ず使ってみてください。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。